はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけれども、区分所有法における規約についてのポイントですね、4つまとめましたので、1つ4つ解説していきたいと思います。内容自体ちょっと細かい内容になってくるので、何度か動画を見ながら復習していただければと思います。で、まず規約ってそもそも何なのかというと、マンションの住民が守るべきルールブックと考えていただくのが分かりやすいと思います。マンションっていうのは複数の人が集まって共同生活をするわけですよね。なので、その共同生活の中におけるルールをまとめたものだというふうに考えていただくと分かりやすいと思います。で、まずポイント1つ目、まあ、これはもう復習みたいになりますね。規約の設定、変更、廃止というのは、区分所有者及び議決権の各4分の3の賛成で行います。この4分の3という数字ですね。これしっかり頭に入れておきましょう。で、区分所有者の4分の3の賛成っていうのは、区分所有者の頭数です。つまり、まあ、区分所有者が40人いるというのであれば、30人以上の賛成が必要だよ。ということですね。で、かつ、議決権についても4分の3以上の賛成が必要なんですよ。で、議決権っていうのは、これは基本的には、占有面積の割合に応じて、区分所有者にそれぞれ与えられています。例えば、占有面積が50平米の区分所有者に対して、1票の議決権が与えられたというのであれば、100平米の占有面積を所有している区分所有者については2票の議決権を持っているっていう話なんですね。なので、区分所有者によって与えられている議決権の票数って変わってくるんだということです。で、その議決権についても全体の4分の3以上の賛成が必要ですよということですね。で、2つ目、最初に占有部分の全部を所有するものは、あらかじめこの下記4つの内容を規約で設定することができますよという話です。で、この4つの内容というのは、公正証書によって設定しなきゃいけないんですね。公正証書によって以下の4つを設定することができます。そして、最初に占有部分の全部を所有するものって誰かというと、もう分かりやすく言えば分譲会社です。マンションを建てた分譲会社がいるわけですね。で、その分譲会社がマンションの一室一室を売却していくわけじゃないですか。で、買った人たちが、まあ、新築の所有者と、まあ、いうことですよね。このマンションを建てた一番最初の所有者が分譲会社なんですけども、この分譲会社が公正証書によって以下の4つを定めることができますよ。規約で設定することができますよっていう話です。一つ目が規約強要部分に関する定め。例えば、管理人室とか、集会場とかがありましたと。まあ、これについては、もう共用部分にしましょうというふうに、規約で設定することができるよってことですね。で、二つ目が、規約敷地に関する定め。ちょっと離れたところに駐車場があると。これについては、もう規約敷地にしましょう。つまり、もうみんなの共有にしましょうというふうに定めることができますよっていう話です。で、三つ目が、占有部分と、敷地利用権の分離処分に関する定め。例えば、分離処分も可能にしますよとか、分離処分はできませんよとか、いうところを定めておくということですね。で、四つ目が、敷地利用権の割合に関する定め。例えば、敷地利用権の割合っていうのは、占有部分の面積の割合に応じますよ、というふうに規定したりとか、または、もう一人一人も平等ですよと。割合はみんな一緒ですよ。みたいなことを定めると、まあ、いうことですね。で、こういった内容って、まあ、根本的な内容っていうのかな、まあ、基礎的な内容っていうのかな、という部分になるので、マンションを買った新築の所有者、まあ、法律知識ない方っていうのは、まあ、こういったところってあまりよくわからないわけですよ。例えば、ペット禁止にしますよとかって、これは意外と誰でもわかりやすい部分なんで、後々規約の設定変更とかって意外とやりやすいんですけども、こういう部分っていうのはちょっと法的な内容なんですよね。ちょっと難しい内容になるので、こういったことはもう分譲会社が事前に決めておくことも可能ですよ、という話です。で、三つ目、規約の保管に関する内容です。管理者がいるというのであれば、この管理者が保管します。まあ、例えば理事長とかですね。まあ、そういった人が保管しますよ。で、管理者がいない場合もあります。管理者がいない場合っていうのは、
建物を使用している区分所有者、またはその代理人、まあ、この建物を使用している区分所有者の代理人ですね。で、規約または集会の決議で定めたもの、この人が保管しますよ。規約を保管しますよ。まあ、基本的には、規約とか集会の決議で、101号室のこの人が規約保管してくださいねって決めたのであれば、その人が保管者になるんだと、まあ、いう話です。で、保管場所については、建物内の見やすい場所に掲示してくださいね。っていうふうなルールになっております。まあ、これはもうわかりやすく言えば、掲示板とかに規約はどこどこに保管されてますよって、掲示板に貼っといてくださいねと、まあ、いう話です。で、4番目。規約の閲覧請求に関してです。利害関係人から規約の閲覧請求をされた場合、この場合原則拒むことができません。つまり規約を見せなければいけないっていう話ですね。まあ利害関係人っていうのは例えば区分所有者だったりとか賃借人だったりとか、また、マンション一室を購入する人とか、まあそういった人ですね。そういった人からちょっと規約見せてくださいって請求されたら、これは拒むことできませんよっていう話です。ただし例外的に正当な理由があれば拒否することも可能です。これ例えば真夜中、深夜、もう深夜0時ぐらいに電話がかかってきて今から規約見せてくださいって請求してきた。まあこういった場合は拒否できますよっていう話です。まあ深夜に請求するっていうのはまあ普通に考えてね、ありえないというのか常識外れですよね。まあそういった場合は正当な理由があるから閲覧を拒否することができますよっていう話ですね。まあ、今回 1,2,3,4 つですね、4つ解説したんですけども、もう 2,3,4 とかちょっと細かい内容になってくるんですよ。ただこの部分、出題されたら絶対特定していただきたい部分なんで、絶対ですね頭に入れておきましょう。もう1番についてはもうよく出てくる部分なんで、これはもう絶対に押さえなきゃいけないんですけども、 2,3,4 も細かいですが重要なので、ぜひですね何回か動画を見ていただいて頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。